軸下、軸下、軸下みたいなことです。こんにちは、ワルツ。どうも、バレリーナ芸人の松浦恵子です。見て、パフェすごい可愛い。ネイルもバービーやし、今日はですね、バレエのグランバットマンのコツを教えていきたいと思います。うぶるそって、もう今日はね、テンションがね、高井俊彦さんって感じ、ウェイサーイなんですけども、こちら見てください。すごい可愛いでしょ。なんか今日はシンデレラみたいな感じなんですけど、まあ、グランバットマンというのはバレエでバーレッスンっていうのが絶対にあるんですけども、それの、まあ、プリエというものから始まり、最後グランバットマンで終わるんですけど、まあ、すごくきついというか、基礎をやった後に最後に訪れるビッグプロジェクトみたいな感じで足をパンパンパンと上げるやつなんです。まあ、それ得意不得意やると思うんですけど、私別にまあ足がすごく上がる方でもなくですね、ご存知の通り、チビデブ短足大脚の私なんですけども、まあ、一応22年間ねバレやってます、今のところ。なので、まあ、コツというか、まあ、こうしたらいいんじゃないかっていうのを教えますので、もし何言うとんねんお前が言えることかみたいな思われる方は、今のうちにおさらばしていただきまして、今日6回公演になったんですよ。6回公演終わりでやっております。すごい、まあ、お腹すごい出てます。お肉はみ肉です。よろしくお願いします。まずね、グランバットマン前、まあ、手上やったり横やったりするんですけど、まあ、前で、横、後ろ。あんまこれうまい、あれ私そんなやっぱうまくないからさ、自信ないんですけど、あ、わからんしね。で、横、はい。本当に説得力なくて申し訳ないんですけど、まああくまでコツなんでね、ちょっとじゃあ教えていきます。まずバレエでもう散々言ったりしてますけど、大事なこと、デレ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 、オンデ軸でーす。軸足でございます。軸が定まらないとバレエっていうのは本当にダメ。体幹も大事なので、筋トレするに越したことないんですけど、私は正直バレエっていうのはバーレッスンをきっちりやっていたら筋トレよりも高い筋力がつくって教えてもらってたし、私はそうしてました。まあ柔軟はしますけど、筋トレをバリバリね、しんどい思いするよりはバーレッスンをしっかりきっちり基礎を固めてた方が、実はいる筋力は全部そこに収縮されてると言いますか。なのでまず基礎を大事にしていただくのと、あとですね、やっぱグランバットマンは上げたらいいというものではございません。結構もう上げちゃえ上げちゃえやと軸もぶれますし、良くない。そしてまずコツなんですけど、まあ持ってても持ってなくても、足上げたいがために曲がってあげる人いるんですよ。こうちょっと曲がって、まあ前、横、後ろ、上げたいがためにこうね、これはもう格闘技っていうかね、空手なんで、これはバレエではございません。そしてよくあるのが、曲げてしまうのとともにね、お尻がめくれちゃう人、こうね、お尻からいっちゃう人、あくまでお尻はそのまままっすぐ、私もお腹出てますけど、まっすぐした状態でアンディオール回して外に外にで上げる。なので低くても正直ねいいんですよ。こうじゃなくて、お尻を回して締める。イメージでは足の甲、これこういくんじゃなくて、イメージはこう回すイメージね。よく私が あのあるあるとかでやってる、ちょっとアラベスクがアラベ語になるね、なんか見栄えはええけど横だよみたいな、ちゃんと後ろにしまってあげる、ちゃんと自分の体のこのライン上に足が来る状態にします。私がバーレッスンの時のグランバットマンで、これはなるほどって思ったやり方があるので、ちょっと教えたいと思います。これはまあアダジオとかキープしないといけないとか、前横後ろ上げる時にコツなんですけど、例えば前上げる時にちょっと後ろに持っちゃうと、実は軸が取れないんで後ろに行っちゃうんですね。
ちょっと気持ち自分の、まあ、真横の手置くじゃないですか。よりちょっと前、斜め前、前すぎたらよくない。自分の目線に入るぐらいに持つ。そしたら軸に乗ろうとするんですよ、体がね。でちょっと前に持ってやってみる。で横も引けちゃうとこう全部持ってかれるので上がらないんで、気持ち前。でもお尻は絶対出さない。お尻は落としたままちょっと気持ち手前で上げてあげる。お尻は開かないです。そうすると後ろの時もちょっと後ろに持っちゃうと、まあ大変よ、全部持ってかれるから。だから後ろの時は、まあ、前やとして、まあ、それまた気持ち前やけど、さらにちょっとスライドさせながらね、教え方ちょっとそれぞれあるかもしれないですけど、ちょっとこういう癖つける。で、あのパンシェとかするときも、私はよくパンするときはちょっと気持ち前に持ってください。いつもと同じ状態でこういくと肩がね残っちゃっていけないから、とにかく後ろ上げたりアラベスクとかそういうときは気持ち前でスライドさせてあげる。結構コツとしてはこのバーの使い方を学べば、バー離してやるときに横の時もね、例えばこっちが軸足であげるってなった時に、軸に乗ってないとこうね足に取られちゃうわけですよ。足本当は戻さないといけないのに戻ってこれなくなっちゃうので、その訓練をバーレッスンでしてるわけですよ。激しい足がいっぱい上がっても自分の体に戻ってこれるようにするためにこのバーがあるので、それをバーの時にしっかり、例えばこうね後ろ上げる時に引いてるとあーってなる。もうカチューシャも取れたわ。両手で持って、最初10手でいいです。10手で前に乗るイメージ、前に乗るイメージ。引けてると上がらない、前に乗るイメージ。あくまでねコツなんでね、ちょっとこれは伝授ですわ。結構本当にこれ大事やったりするんで。あとやっぱ足を上げたい上げたいって思う人はやっぱね、上げようとしすぎとめくれる、そして膝曲がっちゃうので、あくまで軸足を意識してください。これは本当にアダジオもグランバットマンも両方言えることなんですけど、これが軸足だとして、上げる瞬間に曲げててピーンみたいな、一緒に持ってかるんじゃなくて軸足が反発する。じゃあ大げさに言うとこう始まってて、イメージね、曲げたらあかんけどイメージ、こう始まって上げる瞬間にアッピーンみたいな、なんかそのわかるかな、支える、しっかり軸を反発、上げる方は上、軸足は下、こういうイメージ。横もこうね、全部が上じゃなくて足先こっちは下、上げる方は上、体はまっすぐ、でもお尻は下げる、肩は上がらない、もう全部いっぱいやることあるんですよ。なので、だからイメージとしたら、上げるけど下げるけど上げる、なんかそのこうこうこうみたいな、こうこうこう、わかるかな。だから結構ね、アダジオとかもこう上げるときに持ってかれないようにするのと、軸足を反骨、わかる？上げるときに負けるかもみたいなことです。ピーンって軸足、軸ってなるように、軸下、軸下、軸下みたいなことです。わかるかな。これ伝わったら結構これが大事だったりするんですよ。なんせ軸足、そうですね、とにかく軸、足を上げるときに軸足は反発する、こういうイメージ、こ、えんこ、えんこ、しっかり大黒柱みたいなことです。これが伝わったらすごくいいんですけど、あとやっぱり軸足曲げない、上げてる方も曲げないで、汚くなるぐらいだったら低くていい、全然45度でもいいし、私も全然もう調子悪い時も30度ぐらいでしたもん、グランバットマンのくせに。でもやっぱり綺麗にバレは見せないといけない。グランバットマンって、まあ、プリーの後にある単重で、その後にある10手の延長線なんですね。単重10手で、その延長でグランバットマンです。このね、床をしっかりで、その間もこの軸は突き刺して自立をしてあげる。
あ、すごい、もう足がもうバカウケみたいにペロペロで本当に申し訳ない。私ね、全然筋肉がなくなっちゃって。フリーがあるから単重がある、単重があるから10手ができる、10手があるからグランバットマンができる、この順番なんですよ。一つでもおろそかにしたらグランバットマンまでの乗りが無駄だったということになるので、まずしっかり単重、もう本当に私なんかがこうやって言うのは本当に申し訳ないんですけど、私が言えることは以上です。はい、ということで今日はグランバットマンの方法コツを伝授させていただきました。いかがだったでしょうか。あ、よかったらね、 Twitter、Instagram 等々やってます。そちらの方もチェックしていただいてですね、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、では松浦恵子でした。バイバイ。